お二人が最近気になっている時事ネタは何でしょうかまたオミクロンを含めコロナはいつ頃就職されると予想されますか<ー>どうですか日本のコロナは。収束、いや、なんかかっこいいやつがあるじゃないですか、そのデル,タクロンデルタクロン。デルタクロン。トランスフォーマーじゃねえんだから、ね、すげえかっこいい名前のがどんどん出てきますけど、それがと今まの 5時間くらい前にえっと、うん、ビルゲイツがなんかまあオミクロンが最後のカブタロみたいなことをなんか無根拠になんか発したと気がするんですけどなんかでもそう捉えちゃえば別に就職させることはできると思うんですよね。うん、まあ諦めちゃえばですよね。いや<の>結局そうなるとは思ってうん。 なんかそのフランスに住んでるんですけど、フランスの人たち、別にあのそんな怖がってないんですよね、はい、もう勝手に生きるし、はい、感染したら感染したってしょうがないよね、で感染すると、あの会社休めるんですよね、正確に言うと、感染した人って働いちゃいけないので、その診断書持っていくと、家でゴロゴロしてるだけでお給料がもらえるっていう、美味しい状態になるんで、はい、なので、みんな検査行くんですよね。な,るほどなので、結果として感染者数が1日30万人とかいって、で30万人が、おお、働かなくてよかった、ラッキーって言って、ゴロゴロしてるっていう。 結局、日本も検査することのインセンティブがあればみんな検査するっていうだけの話だとは思うんですよ。で、それかかってデメリットだけがやっぱある状況だから、まあ、濃厚接触者でも休まなきゃいけないとか、そうなってると、なんかな、まあ、日本人は、あとは僕はあんまりこれ、言いづらいですけど、年齢によって単純にリスクが違うので、年齢によって、これ、制限のはい、はい。 形変えるだけでだいぶ変わるのになってずっと思いながら、ね。まあ、確かにそうですよね。あの別になんか若い人は別にそこまで怖がってもねえっていうなりますか。あ,あとは、うん、あのう、切なクラスターとか、そういう問題も,もちろんあると思うんですけど、そうなると施設と外部との接点のところが。どうしても見落とされがちだなと思うんですよね。芸人で結構。あの介護の方とかの。ドライバーやってたりする人いて、そういう人って結構最後まで。ピシャル検査とか、後回しだったりしたんで、うん、あとワクチンとか検査後回しだったんで。 そういうとこケアすればなと思いますね。給料安いからどうしてもね、そういう人たち後回しになっちゃうんですけど。高齢者施設に行く人とかって後回しですもんね。まあ、えっとコメントでビルゲイツって誰って来たんですけど、なんて説明します。あのー、ちょっと前ブイブイ言わせた金持ちってことですかね <laughs> あ。確かに。あのちょっと前まで世界なんか一位とか二位とかの金持ちだった人ですね。確かに。 あとはなんだろう、<ー>パソコンをちょっと使いづらくした人なのかな。使いやすくしてたんだけど、最後使いづらくした人じゃないですか。<laughs> 確かに、やたら複雑になっちゃった <laughs> っていう。<laughs>